それじゃあね、この間の採血の結果ですね。はい。まあ上からいきます。ここら辺ぐらいまでが肝臓ですね。はい。まあ肝臓はいいんですよ、これも。あ、はい。全部丸だから。はい。で、リパーゼ。これは膵臓、膵炎が上がってきたりもしますけど、はい、これも30以下だからまあ落ち着いてます。はい。まあもうね、これですよね。腎臓。はい。で、尿素窒素30までが正常で 32.3.6 か、はい、気持ち高いと、はい、でクリアチン、クリアチンがまあこれ、すいません 1.0 です。 1.0 は正常ね、はい、でもうずっと 1.0 は超えてます、はい、で 1.6 超えるとステージ2なんです。あ、だからもうずっとステージ、はい、でもまあ2.8 未満までがステージ2なの、はい、だから一応、ま、上がってはいるけどステージ2です。とどまって、はいはい、そうステージ2ね、 S2 って書いてきますね、はい、脂質代謝、コレステロールと中性脂肪、まあ正常です、はい、ナトリ、あ、電解質のバランスで、ね、ナトリウム、カリウム、クロール、これもあんまり吐く回数が多いと崩れたりするんですけど、はい、まあ正常範囲で収まってます。カルシウムも正常、はい、次リン、これもね、腎臓が悪くなると上がってきます、はい、うん、だからまあなんとか1回ちょっと6増えてる時あったけどね、はい、高い時ありましたけど、まあ今前回今回は今のところ、はい、でまあこのリンっていうのはね、はい、美味しいものに多いんですそうだから腎臓病用のご飯はリンがゼロとは言わないけど少なめになってるはずなんですけどね、はいはい、だから腎臓病用のねご飯食べなあかんのですよね。これが上がるとさ、腎臓病の進行が早いんですよ、はい、血糖値正常です、はい、から糖化アルブミン、過去2週間の血糖値の平均正常です、はい、まあ、これは高ければ糖尿病なんですけどね、はい、それから SA 炎症マーカーの数字はまあここでちょっと高い時があったけど、まあ今回とその7月の時はまあ一応正常範囲で収まってます、はい、T4 甲状腺ホルモン、甲状腺ホルモン、これもまあ、ね、7歳10歳過ぎてくるとね高くなる子が多いんですよね、はい、5を超えてきて、はい、それもバセドウ病、甲状腺病、亢進症というんですけどね、はい、代謝が高まりすぎて心臓がバクバクしたりね、はい、年の割に 目がギラギラして動いてるとかね、そういった症状があります、はい、大丈夫です。これは尿なんですけど、ここはおしっこじゃなくて、おしっこの中にどれだけタンパクが漏れてるかで、まあ 0.2、 正確に言うと 0.2 です。で 0.2 から 0.4 がグレーゾーンですけど、一応 0.11 だからまあ正常でした、はい、高い時あります。こういう時は出血してる時だよね、うん、でもまあこの間のは出血もなかったし、まあ落ち着いてましたね。次白血球数が8500、まあこの子にしたらないけど、まあ一応8500が正常範囲です、はい、でもまあこう吐いてるからさ、本当に正常よりも上がってても悪くないんですけどね、はい、本当にだからこの子にしたら低い、はい、が赤血球白だと思います、はい、うん、そんでなんだっけ、赤血球の数688万、これもですね、まあ500から1000万だから一応正常です、はい、だけどやっぱ正常の中でも下の方ですね、はい、でも688ってことはまだ530の1日の時もあったから、はい、コンコロギは増えてはきてるんだね、はい、うん、ヘモグロビンもそうですね、まあ、10.7、 コンコロギは増えてるんですね、うん、ヘマトクリット値、これがですね37から、まあ、45、55ぐらいのところが欲しいんですけど、はい、まあ、この子にしたら増えてるけどちょっと低いんです、はい、貧血、これが貧血なんです、はい、うん、赤血球の溶石ね、はい、だから下も白いと。がちょっと飛ばして血小板、血小板がですね 4.8 万、はい、低いです、うん、だからこれが入ってたら普通炎症が起きるから上がってさ治そうとしなきゃいけないわけだけど、うん、はい、そういうのが弱いと、はい、そういう所見です。まあだからね、あのクリアチンに関しては 2.12 が 2.27 がまあ気持ち上がってるから、はい、じわじわだよね。1.88、1.89、1.94、はい、ね、まあ、じわじわ上がって、まあ、なるべく悪くなるにしてもこうゆっくりね、悪くなっても、ただ吐くのが続くとさ、脱水するから、はい、そうするとこういうのが上がりやすいんです。だからまあ、そう、吐いたらちょっと大変ですけど、来てもらうという形で、ちょっと感覚が狭くなってるんですけどね。はい、
はい、じゃあこちらお持ちください。ありがとうございます。はい、じゃあまた夕方6時前後ぐらいですかね。はいはい、よろしくお願いいたします。カバンはそこ置いておいてください。ありがとうございました。はい、お預かりします。んで UPC 0.11